ロピバカインは、アミノアミド型の局所麻酔薬の一つ。一般にアナペインやナロピンといった商品名で販売されている。ロピバカインは、ブピバカインの心毒性が強いこと、特に妊婦の無痛分娩時の硬膜外麻酔時の心停止に関与していることを契機として開発された。動物モデルにおいて、ロピバカインはブピバカインよりも心毒性が低いことが分かっている。 静脈投与による局所麻酔は近忌である。正しい投与におけるショックなどの重大な副作用は稀である。過剰投与で主に中枢神経系及び心臓血管系へ悪影響を及ぼす。ただし、一部は呼吸抑制による低酸素血症による症状の可能性もある。関節内投与で軟骨誘拐をきたしたとの報告もある。呼吸を維持し、 酸素を十分投与することが重要である。必要に応じて人工呼吸を行う。新鮮や経攣が著名であれば、ジアゼッパムまたは超短時間作用型バルビツール酸製剤を投与する。新機能抑制に対してはカテコールアミン等の昇圧剤を投与する。新停止をきたした場合には、直ちに新マッサージ等の蘇生術を開始する。近年、 脂肪製剤の有効性が報告されている。ありがとうございます。